第58回 NHK 紅白歌合戦は2007年12月31日に NHK ホールで行われた通算58回目の NHK 紅白歌合戦。19時20分23時45分に生放送された双方向対応番組二部制は取られていない。国内向けには総合テレビ BS2 星ラジオ第一で放送。海外向けには NHK ワールドプレミアム及び NHK ワールド、ラジオ日本で放送。ただし、著作権処理や電波運用の関係で一般視聴者が直接受信できる NHK ワールド TV では放送されず、前回まで全世界で放送されていた NHK ワールド、ラジオ日本についても同時性放送を行ったアジア大陸と東南アジア地域以外では放送されなかった。 ラジオでの全世界での放送が行われなくなったのは2007年10月1日以降、テレビ国際放送の強化に重点を置くため、放送時間、地域の大幅な変更、見直しが行われたことによる。なお、NHK 以外では、台湾の日本専門チャンネル、抜き、来日本台において、2008年1月5日に、中国語字幕付きで放送。なお、 アナログ衛星ハイビジョン放送は、紅白開催前の9月30日を最後に終了。前年には、地上波デジタルテレビジョン放送の本放送が、全都道府県で始まり、10月1日には、北海道内の各放送局でも開始されている。全員参加の応援合戦や、アトラクションなどが行われなかった。そのため、コンセプト通りに、 出場者の生歌を聴かせる構成となった。それまで舞台両手に設置されていた曲紹介などを行うステージを番組の最初、最後などを除き下手のみとし、セットチェンジの間には、小福亭鶴部ら司会人と出場歌手、小林幸子、愛子で、小林の時のみ、両軍司会他は鶴部のみのフリートークが行われるなど、例年にはない演出が多く見られた。 これは鶴瓶が白組司会を受諾するにあたり、民放での自身の司会番組で多用している、アドリブを紅白でも、同様に多用したという要望に配慮してのものである。前回までは大部分を、両組司会がそれぞれ下手、た、手のみ逆であったに分かれて、別々に進行するものだったが、今回からは一部を除き下手た席で、両組司会が揃って進行する形となった。また、 総合司会の松本和也が二人の横に立ち、二人のサポート役をしていた。8月に死去した作詞家の悪夢への追悼企画として、悪作品4曲で番組を締めくくった。また、過去の紅白における悪作品の名歌唱シ,シーンも合わせて放送された。5月に死去したザードの坂井泉への追悼企画として、スペシャルトリビュートライブコーナーが前半戦の最後に設けられた。 NHK 大阪ホールでのフィルムコンサートの中継を、主として、酒井の生前の未公開映像も公開された。中井正宏により、紅白初出場と紹介された。ミソラばりの生誕70周年を記念して、愛さんさんの楽曲プロデュースを担当した小倉慶が、生前のひばりの映像とのデュエットを披露した。その他のトピックスは、以下の通り、 中井は2年連続4回目の組司会担当で初の赤組司会となる。NHK アナウンサー以外の男性による赤組司会および両組司会担当は史上初。中井以外の3人は紅白の司会は初めて。NHK は司会発表の際、赤組司会者が女性でなければいけないというわけではない。歌力を最高の形で伝える最高の組み合わせと、 この人選を説明。中井、鶴部の司会分担については、初めての鶴部さんは、白組の方が、楽とした。両組とも男性司会となるのは、第6回、第7回の宮田明、高橋慶造以来51年ぶり3回目。中井、鶴部は、日本テレビ系列、ザ、世界行天ニュースの司会コンビでもある。司会発表翌日の13日に収録された。 同番組では二人の両組司会決定を祝福する、くす玉割りが行われた。発表前に赤組司会の候補として、長沢雅美、宮崎葵、関根マリラが挙げられ、ザックザック、リアルライブ、東京スポーツでは、藤原紀香、か、陣内智則夫妻が揃って、両組司会を務めるのではないかとも報じていた。また、白組司会はスマップが務めるとの報道もあった。なお、 オリコンが大衆に行ったアンケート、今年紅白の司会を務めてほしい有名人では、男性部門1位が中井、女性部門1位が仲間由紀へだった、中1、中2。司会発表会見では、先に中井が登場し、中井が相手を紹介させていただきます。僕より少し背が高く、とても肌が綺麗な感じの方ですと司会本命と、 言われた長沢が登場すると思わせ、鶴瓶が登場するという演出が行われた。また、中井が赤組司会という発表になり、当然彼が白組司会だと思っていた報道陣を驚かせた。両組男性司会については、視聴者の間でも賛否両論の意見があった。また、スマップの一員として、白組歌手でもある中井が赤組司会を兼任した点について、視聴者から、 これでは紅白に分ける意味合いがないと苦情も寄せられた。翌年の第59回では当時 NHK 会長の福地修雄による男女による司会が望ましいとの意向で例年通りの男女による司会に戻された。鶴部は以後も幾度か司会起用が取り沙汰されたことがあるが司会担当は今回一度限りとなっている。住吉も 同様に今回限りの起用となっている。三原綱なとザ・ニューブリード、東京放送管弦楽団各個内は出場回数。2007年12月4日に出演歌手が12月27日に曲順がそれぞれ発表された。選出、編集後にベリーズ工房は2015年3月で無期限、活動停止という形で解散。 また、旧とも2017年6月で解散となるため、両者とも今回が最初にして、最後の紅白のステージとなった。また、ハロプロ勢自体の選出も、事実上今回が唯一となった。不選出、編集この年、宮崎県知事に当選した東国原秀夫が、ゲスト審査員を務めることが有力との報道があった、注力が実現せず。 東国原は12月15日放送の日本放送あっこのいい加減2000回に電話出演した際ゲスト審査員のオファーが来ていないと回答していた中7この年ブレイクした小島よしおのゲスト出演がマスコミで報じられたが実現せず主要スタッフは以下の通りビデオリサーチ者によれば第1部は関東地区32.8% 関西地区33.2%、第2部は関東地区、関西地区ともに39.5%であった。関西地区での視聴率は前回より上回ったが、関東地区では第2部の視聴率が前回を下回り、歴代はアスト2位となった。なお、紅白としては第55回以来3年ぶりとなる年間視聴率トップとなった。関東地区における 歌手別瞬間最高視聴率は、白組としてはスマップ、弾丸ファイター紅白 SP の四十三点九パーセント、赤組としては和田秋子、あの鐘を鳴らすのはあなたの四十二二点パーセントで、番組全体としてはフィナーレにおける全員合唱、世界に一つだけの花の四十六点一パーセントであった。視聴率発表後の報道については、ワースト二位を強調されたり、現状維持と、 好意的に評価されたりと、マスメディア各社により、様々であった。ありがとうございます。